枝に連なる可愛らしい伊賀栗、黒潮町の特産品七立栗です。黒潮町馬荷地区では8軒の生産者が七立栗を育てていて、今収穫の最盛期を迎えています。組合の代表矢野文明さんのおよそ20アールの畑では、今日も朝早くから収穫作業が行われていました。実が下の方からたくさんついている枝を切ってます。台風で結構風が強い時期があったんですけど、大きな被害もなく例年通り順調に育てます。七立栗は1本の枝にピンポン玉サイズの伊賀栗が根元から列になって順に実っていくことから、1年に7回収穫できる栗として七立栗と名付けられたと言われています。観賞用として親しまれているこちらの七立栗ですが、実が熟してくると普通の栗と同じように食べることができるんです。一般に熟す前の栗を収穫して観賞用として楽しまれる七立栗ですが、地域では熟したものを茹で栗にして食べられています。実が小さい分甘みが凝縮して濃厚な味わいが楽しめるということです。現在収穫しているのは観賞用の七立栗で、食用のものの収穫は10月から始まります。この地域でも昔から親しまれている栗です。で、全国的にも珍しいということで、組合員11名でこれからも皆さんで育てていきたいと考えております。観賞用のものは今月いっぱい東京や愛知などに出荷されていて、食用のものは11月から町内のイベントやふるさと納税などで手に入れることができるということです。